皆さんこんばんは。12月27日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。皆様改めましてこんばんは。沖縄支局キャスターの、ボギーテドコンでございます。間違ってもロシア人ではございません。まあ、沖縄ではもうね、20度を下回りますと冬と言います。15度を下回ると極寒と言いまして、思わずコートを着たりセーターを重ね着したりする、そんな、ところでございますが、今日の私もガクガクブルブルということで、ちょっとあったかい格好でお送りさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、もうあと数日で今年も終わりってことで、はい、今年は何を得られたかなと考えてたら、あの7月7日に娘が前に七夕にお願い事に、ママが怒りませんようにって書いてたのを思い出して、はい、その時からちょっと怒らないように頑張ろうって思ってたんですけど、やっぱり振り返ってみたらちょっとまだまだ優しく言い方ができてなかったんで、来年こそはちゃんともう怒らない、なるべく優しい言い方でできるようになりたいなと思っている美咲です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあね、あの、うん、この沖縄の声、うん、月曜日、まあこの桜唯一の、まあ、バラエティと言われているこのコーナーなんですけど、はい、私たちのね、今年の、沖縄の声は今日で終わり、はい、沖縄支局の放送は明日までということでね、明日までの放送で、また年明け4日から、再開ということになっています。はい、でただ私たちのね、美咲ちゃんと私の2人の番組は、10日頃からね、またやるということでございまして、はい、いや本当に皆さん今年もね、いろいろお世話になったなと思っております。まあ、できるだけねこの沖縄のニュースを、はい、分かりやすく、はい、時にはねちょっとお笑いを入れて、まあ、お伝えしてきたこの沖縄の声の月曜日まあ月曜日っていうとね、美咲ちゃん、はい、どうしても日曜日の次で、仕事始めてみんなげんなりしてね、はい、ああ今日から仕事だった、疲れたって帰ってくる時にうちのこの放送を見て、ね、沖縄左翼のねハレンチな姿などを見てゲラゲラ笑って元気を出してもらおうっていう、うんうん、まあ、そういった感じであまり堅苦しくないように、まあ、お話をさせていただいてるんですけど、はい、まあ、月曜日っていうのはそういったふうにとってもね気軽に、まあ、聞いてもらう、うん、そして火曜日水曜日金曜日とどんどんね、あの専門的になっていけばいいなというふうに私は思っているんですが、まずはもう沖縄問題の入り口、うん、きっかけとして、はい、まあ、この月曜日を見ていただいて、そして関心を持っていただくっていうのがね、うんうん、私たちにとってのやっぱり目的であったと思っております。ただ今年は美咲ちゃん、はい、あの私たちの大好きな沖縄左翼の方々ですね、はい、あのいわゆるチャイナウイルス、はい、まあ、武漢肺炎、まあ、コロナといろんな呼び名がありますけど、うん、まあ、例の感染症のせいであの人たちもね、いわゆる抗議活動結構お休みになってしまいまして、はい、あの現場にねあまり現れなくなったということでね、で私たちも行っても会えないもんですからちょっと寂しい思いをしているんですけどね、うん、まあでも11月に入ってこの緊急事態宣言が解除されて、はい、さあこれからまた沖縄最古の皆さんも戻ってくるかなと思ってる矢先に、先に戻ってきたのが我らが玉城デニー知事ということでございましてまあ県民に対してね、はい、緊急事態宣言が解除されても今まで通り、マスク手洗いをして、感染対策をねきちんとやってくださいと呼びかけておきながら、ご自身はコザのライブハウスでノーマスクのねライブをかましたということで、まあ、5月のバーベキューデニーに続き11月の、はいはい、ライブデニーということで、しかしマスコミは全く報道しなかったんですよね、うん、はい、まあ、こういうふうに沖縄っていうのをなぜかねこの沖縄で起きてること
沖縄のメディアが放送しないっていうこと、うん、結構あるんですよね。そうですね、ありますね。いやしかしみんなにね、感染対策はバッチリやって、油断しないようにしましょうねって呼びかけてる党の本人がマスクをしないでライブをかましたっていうのは、うん、これ美咲ちゃんどうですか。ちょっと知事のやることではないかなって。そうですね、まあ、今年はこの知事がいろいろやらかしていただきまして、確か衆議院選挙では、はい、この衆議院選挙で矢田さんっていう候補が、はい、立ち会い演説をしてる時に、ね、あこれ違法だろうっていうことで撮影をしてる一般市民を、うん、県知事が一生懸命スマホで動画で撮影をしていたっていう事件も起きていますしね。まあ本当にこの方って知事なのか活動家なのかそれともミュージシャンなのか一体どっちが本当の姿なのかっていうのがちょっと分かんないところがあるんですよね、うん、まあでもちょうどね今から3年ぐらい前に私はこの知事が誕生した頃、まあ、オール沖縄の幹部の方とたまたま話する機会があったんですけど、まあ、この玉城デニー知事について彼はこう言ってたんですよね、うん、まあ、いわゆる能力があるからとかそういったことではなくて、彼はいわゆる広告塔として頑張っていただきたいと。はい、広告塔、うんうん、つまり思いっきり目立って、ね、人々の関心を集めて票を集めてくれればいいと。実務的なことは、私たちがやりますと。つまり、はい、県の幹部とか、ね、オール沖縄の他の方々が一生懸命そういったところはフォローするから、うん、あなたは、ね、いわゆるみこし、ね、みこしです、簡単に言えばみこしとしてね目立ってくれればいいんですよっていうことで、うん、まさにそれがものの見事にはまりましてね、多くの票を集めて当選したわけなんですが、まあ、その結果どうなったかというと、まあ、沖縄っていうのはどん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 なんか貧しくなってるような気がするんですよね、うん、はい、まあ、このオール沖縄が、権力を握ってからの沖縄っていうのは元気なのは公務員と反基地活動家ばっかりでね、はい、一般の人たちは本当に厳しい状況の中に、はい、うん、まあ、追い込まれてしまったということで、まあ、私のね関係するタクシー業界の方も、ね、お客さんが全くいなくなって、うん、本当に閑古鳥泣いちゃったんですよね、まあ、そういった中で国の方が、ね、従業員に対しての雇用助成金っていうのは出してくれたんですけど、それではやっぱり到底間に合わないで、結局、まあ、会社の方としては借り入れをしていろんなまあ費用などを工面をしてきたわけなんですけど、まあ、会社に対するそういった、ね、利益の保証などは、まあ、当然なかったですよね、まあ、ところが飲食店、はい、飲食店だけは1日に4万円、うん、はい、お仕事を、ね、時短をしたり休んだりすると4万円1日にもらえたんですよ。でかいですね、4万円、はい、ですから中には1人で2つ3つの、ね、お店を持ってる形にして、そうなると3つの店に対して1つずつ4万円が入りますから、例えば2つの店を持っていると8万円1日に入るんですよ。で2日で16万、ね、8万円の16万、2日でとなると、この2つの店の家賃はこれで払えちゃうんですよ。となると残りはもう全部丸儲けということでございまして、いや本当にね一部の業界にとっては濡れ手に泡の、ね、状況が続いて、まあ、彼ら曰くバブル、ね、コロナバブルといって、もうこのままずっとねこれが続いてほしいっていうことを言ってたのを聞いて、まあ、私は不公平だなというふうにずっと思っていたんですよね。さて美咲ちゃん、はい、美咲ちゃんにとって今年一番やっぱり気になるね、覚えてるニュースってやっぱり何ですかね。でももう本当にデニーさんのことしかちょっとデニーさんこんな遊んでるなら時給1000円に早くしてよってくらいしか思わなかったですけど、ちゃんとデニーさんから来たアンケートもちゃんとバッチリ書いて送ったんですけど、ツイッターにもちゃんとコメントしたんですよ、はい、まだ返信はない。来ないですね。ライブはしてたのに。誰一人取り残さないなんて言ってたんですけど、はい、とうとう美咲ちゃんも取り残されてしまったのかななんてね思っております、
うん、私にとって今年一番のニュースっていうのはやはり自分自身が、コロナにかかってしまったことなんですよ ね、はい。まあ、普段から特段、ね、外に行って遊ぶこともない、うん、そして仕事場行ったり来たりっていう感じでね、まあ、非常につつましかな生活、ね、つつましい生活をしていたのにもかかわらずコロナに、まあ、かかってしまって、はい、まあ、たまたま入院することができて生きて帰ってきたんですけど、まあ、とにかく熱、はい、39度40度ぐらいに、ね、熱が上がってこれがもう延々と続くっていうのは本当に悶絶としか言いようのない、まあ、苦しさだったんですよね。まあ、ですから本当にこういったね苦しい、まあ、病気にかかってしまった、そして、まあ、自分のそういったね感染した状況をやっぱり治すために多くの人たちがやっぱり関わってくれたっていうのを、うん、やっぱり医療現場病院などで見てきて本当に感謝しかないなっていうふうに思っているんですよね、うん、はい。まあ、自分がこの入院してる時も、個室、はい、もう完全な個室で、で毎日毎日ね防護服をつけてもう本当に汗をかいた、うん、看護師さんたちがねいろんな世話をしてくれた、そして毎日ご飯も運んでくれて、まあ、部屋から一歩も出られなかったのは非常に辛かったんですけど、うん、はい、もうね的確な、まあ、治療をしていただいて、まあ、こうして戻ってこれたっていうのは本当に私、うん、幸せだなと思いますし、やっぱりねなすべきことがあるからお前は行きなさいっていうふうにやっぱり去年に引き続き今年もやはり見えない力にね、うん、私言われたんじゃないかっていうふうに思っているんですよね、はい。まあ、ですからこのコロナのことをただの風邪とか言ってる人を見るとね、うん、いややっぱりかかってない人分かんないよななんてね、うん、思ったりするんですけど、はい。まあ、美咲ちゃんの方もワクチンは打ったと思いますけどね、うんうん、はい、普段からやっぱりきちんと、はいはい、感染対策はして間違ってもノーマスクでねライブなんかはしないようにしていただきたいと思っております、うん、いやしかし本当に美咲ちゃんね、はい、今年はもうずっとアシスタントとして頑張っていただいてありがとうございます。それと今年もねこの月曜日を見てもう毎週毎週コメントをねしてくれる方々もおられますし、本当に感謝申し上げます。いつかねこの今のこのコロナ騒ぎが収まって沖縄に気軽に来れるようになったらぜひスタジオの方でね、はい、視聴者の方といろいろユンタク、ね、交流ができたらいいなと思いますし、うん、またこのチャンネル桜沖縄支局にねみかんやお菓子などいろんなね、うん、やはり差し入れ届きました。本当に嬉しかったですよ、うん、そういったね差し入れにまた添えられた手紙を見て、まあ、自分たちはすごいやっぱり励みにもなりましたし、うん、メディアが伝えないからといってね、ふてくされるのではなくて、だったら俺たちが伝えていけばいいじゃんという前向きな気持ちになってね、また来年も伝えていければななんてね、はい、思っております。さて、ここからはいつものコーナー行ってみたいと思います、今週の自衛隊、美咲ちゃんお願いいたします。はい、フリップこちらです。でー、はい、こちらが陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが12月27日本日のものとなっております。緊急患者空輸が9958件、こちらが先週に比べましてプラス2件となっております。不発弾処理の方が38,808件、こちらが先週に比べましてプラス5件となっております。はい、続きましてその、詳細なんですけど、9958件のうち、まあ、輸送人員が1万322、不発弾処理の件数38,808件、総トン数にして1842トン、まあ、1842トンということで、これも本当に徐々に増えているということでございまして、またこれから年度末に向けてね、工事などが多くなってくるとまたこれももっと増えるのかななんて思っておりますが、特に今年は、こういったコロナの急患輸送でね、
自衛隊の方々が本当にピストン輸送のような形で離島から患者を、ね、搬送していただいて、多くの人々の命をやっぱり救っていただいた、うん、沖縄のメディアは全くそういったことを報道しませんけど、私たちはそういった自衛隊の、ね、方々の姿をやっぱり見てきています。そして実際に助けられた人たちもいます。そういったのを見ていると本当に自衛隊の方々には感謝しかないなと思っておりますし、また来年もね、番組上げてまた応援をしていきたいと思っております。自衛隊の皆様、誠にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでね、美咲ちゃんも本当に今年もこれで番組終わりとなると、もう何を喋っていいかいっぱいありすぎてね、とにかく今年は、コロナにはかかるわ、ね、後半にはなんと海に軽石が押し寄せてね沖縄の海軽石だらけになっちゃって、ね、本当に大変です、まあ、先日私知人に軽石どこに行ったら取れるなんて言われてですね、この辺の海っていっぱいあるよなんて言ったんですけど、そのぐらいやっぱり多くね漂着しているんですよね、まあ、今からそうですね2日前に私浦添の亀瀬の海に行ってきたんですけど、やはり流れ着いた軽石あったんですよ、でもやっぱりこういったね、波に、どん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 かき混ぜられてるせいか、まあ、砂とどん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 混じってってるんですよね、ですから前はもう軽石だけをねこうして除去することができたんですけど、今も砂と混じってるんで一個一個拾うって言ったらまた大変なことになるんですけど、やはり自然の摂理なんですかね、どん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 なんか目立たなくなってきている。それと新たなやっぱり漂着っていうのがなかったんですけど、まあ、今沖縄冬になって波も荒いと風も強くなって、まあ、軽石の方も波にこう揉まれてねバラバラになったり沈んじゃったりするのもあるんかななんて思っていますけど、まあ、このまま収まってくれれば本当にいいんですけど、まあでもこれ予断許さないんですよね、これからまたどんどん押し寄せてくる可能性もありますし、来なかった分またまとめてドサッと来る可能性もあるんですよ。ですからこれをねまたどのように利用していくのかっていうことをね真剣にやっぱり考えていかないと、除去して積み上げていくだけじゃやっぱりダメじゃないかななんてね思っています。で私は実際にこの軽石を活用している業者さんの方と、ね、話をしてきました、でその中でいろんなアドバイスをもらえたんでね、また来年の放送ではその現物を見せながら、皆さんと一緒にこの軽石のいわゆる有効活用というのもね、いろいろやっていけたらななんてね思っております。さてまあそういうふうに今年の沖縄っていうのはもう本当にいろんなことがありすぎてね、何から話していいのか本当に分かんない、まあ、そんな状況でございますが、まあ、その中でも飛び抜けていたのは、ね、我らが知事玉城デニーさんの本当にハレンチな、ね、軽率な姿ばっかりだったなと思いますし、彼は本当に今年ももう十何回東京詣したんじゃないですかね、そっちゅうなんか見るたんびに東京に行ってたんですけど、ユーは何しに東京へということでございまして羨ましいですね、みさきちゃんね。羨ましい、みさきも東京行きたいです旅行行きたいです。みさきちゃん旅行行きたいんですか。いや、いいんじゃないですか、ね、たまにはみさきちゃん誰かぜひ旅行に誘ってやってほしいデニーさんが行ってるからいいかな、ね、デニーさん行ってますからね、さてさて、まあ、この、ね、沖縄なんですけど、最近非常にね焦げ臭い話が非常に多いです、特にこの沖縄のすぐ隣にある台湾、その台湾に、中共、まあ、中国とも言いますけど私は中共って言ってますけど、まあ、中共がね何やアクションを起こすんじゃないかというそういった焦げ臭い話もねよく聞こえてくるんですが、まあ、そういった中で、まあ、我らが玉城デニー知事、またまたねろくでもないことをね始めました。まさにまた余計なことをということでございます。これでございます。ドン、沖縄が再び攻撃目標あってはならない。台湾有事で日米作戦、知事が事実確認を求める。12月24日、沖縄タイムズさん。さてどんな内容かと言いますと、
沖縄県の玉城デニー知事は24日、自衛隊と米軍が台湾有事を想定した新たな日米共同作戦計画の原案を策定したとの報道について、防衛省で、これ鬼木誠副大臣に対し、詳細を明らかにするよう求めたということでありまして、知事は台湾有事によって沖縄が再び攻撃目標になるようなことがあっては決してならないと危惧をしたということなんですが、私これ非常にね、この知事っておかしいんじゃないかと思ったんですよ。だってこれ台湾有事に備えてですよ、日本と米軍がお互いでそれに対してどのような、作戦をね取るのかということをね策定をすると、当然これは作戦ですから秘密ですよね、はい、軍事的なこれ作戦なんで普通秘密なんですよ、はい、それを詳細を明らかにしろというふうに求めたということで、怖い、いやどこのね、どこの国のね自治体のトップが、国に対して、仮想敵国に対する作戦の内容をね明らかにしなさいって要求します？普通これしないですよね。これ昔で言えば軍機、軍事機密といって軍機と言うんですけど、これが敵に知られてしまったら作戦立てる意味が全くないんですよ。それをね詳細を明らかにしなさいと言って要求をするということで、でまたこれもおかしいんですけど、沖縄を戦場にしてならないなんて言っておきながら、この沖縄のね一部である尖閣諸島に堂々と入ってきて沖縄の漁船を追いかけ回す中共の船には一言も言わないんですよね。それどころか、中国の、ね、監視船はパトロールをしているだけだから、ね、刺激してはならないなんて言って擁護までする知事ですから、この人って一体どこの国の人間なんだろうっていうふうに、ね、私思うんですけど、それ以外にも、ね、いろんなことこの人やらかしてきているんですよね。このままじゃ本当に沖縄は危ないなんて思うんですが、その知事の取り巻きも非常に危ない、はい、こういった人たちでございます。トン、日米作戦台湾有事、沖縄を戦場にさせない超党派組織を結成へ、学者ら保守系にも賛同を募る琉球新報、12月25日、台湾有事の際に自衛隊と米軍が南西諸島を攻撃ように軍事拠点化する日米共同作戦計画の原案が明らかになったことを受け、沖縄平和運動センター顧問の山城博司氏や県内の研究者らは計画案に抗議し撤回を求める緊急声明を発表、年明けにも超党派の南西諸島を絶対に戦場にさせない県民の会を立ち上げ賛同者を募るということでございまして、いや防衛局員に暴力を振るって有罪判決を受けた人をこうしてね沖縄のメディアっていうのは堂々と報道するっていうのがすごいなというふうに私思ったりもするんですよね。はい、そして緊急声明は南西諸島が攻撃拠点となることや住民避難を自治体に任せる自衛隊の姿勢を批判、政府が優位だくだくと米軍作戦に応ずるとすれば県民を再び戦争の犠牲に差し出すことになると指摘をしたということでございまして、そもそもここで私主語が抜けてると思うんですよね、うん、その沖縄を戦場にするためにやってくるのはどこの国ですかということなんですよ。はい、はい、その国に対しては一言もこの人たち言及しない、うん、そして知事も言及しない。なんで美咲ちゃんね、来るとしたらあの国しかないのに、うん、その国に対して一言も言わないのはどうしてだと思います？なんかきっとあるんですよね。いや私あると思いますよ、この人たちってね、うん、絶対にあると思います、うん、それがね私やっぱり確信に変わってるのはこういったニュースがあるからなんですよね。これも本当に怖い話でございます。トン、これね美咲ちゃん、私何度もこれ放送の中で取り上げてますけど、うん、はい、今日も取り上げますね。一帯一路沖縄活用を
知事訪中時に提案、中国副首相も賛同というね、これ2019年の4月のニュースなんですよ、うん、ここにやはり玉城デニー知事 の、 あの中国に対する考えっていうのがね、はっきりやっぱり現れてる。これやっぱり知らない人もいると思うんで、私これ繰り返しやっぱり皆様にお見せします。はい、玉城デニー知事は河野洋平元外相、この方は中国大好きな人ですね、うん、はい、河野洋平元外相が会長を務める日本国際貿易促進協会の訪中団の一員として16から19日に訪中した際、面談した胡副首相に対し、これ中国の副首相です、はい、副首相偉い人ですね、何を言ったかというと、中国政府の提唱する広域経済圏構想一帯一路に関する日本の出入り口として沖縄を活用してほしいと。いわゆるこの一帯一路っていうのは、中国がまあ経済支援などをね名目に、いわゆる新しい植民地主義、中国を中心としたいわゆる中国のね思うがままの経済圏を作ろうという、中国による中国のためのアイデア提案なんですよ。で、日本政府当然それ見抜いてますから、そんなもんには参加しませんよと、うん、ドンってやっているんですが、政府がねこれを蹴っているのに、その日本のね47都道府県の1首長、外交権なんか持っていない玉城デニー知事が沖縄を入り口に活用してほしいって、あのこういった知事っていうのは、美咲ちゃん外交権持ってないんですよ、はい、そうなんですね、はい、うん、外交権持っていないのに、まるで沖縄のねこの人は琉球国王になったつもりなんでしょうか、ね、この沖縄を中国のそういった欲望の入り口に使ってくださいって言ってから差し出してしまったんですよね。これって美咲ちゃんはっきり言って怖いことですよ。怖いですね。だって中国はこれをね、うん、あのいわゆる東アジア全体に広げて経済的なね結びつきを強くして、自分たちに都合のいいようにやっぱり操っていこうというふうに思ってるわけですよ、うん、で日本政府はそれをやっぱり見抜いて、いやそんなもんには参加しませんっていうことでそっぽを向いているのに、うん、沖縄県知事だけはいや沖縄をねぜひ中国のその考えのためのね、はい、入り口にしていただけませんかって言って沖縄県民差し出しちゃったんですよ。するとねこの中国の副首相はもう大喜び、だってカモがネキショってきたわけですよ日本政府は嫌だと言ってるのに、沖縄がいや私たちはぜひ中国様に来てほしいんですよって言って、知事が手をすり足をすりすりすりやっちゃったんですよね。まあそれによって中国の副首相大喜びして、結局はこの沖縄を活用することに賛同しますと、はい、外交権持ってない知事が外交してるんですよそして勝手に沖縄を差し出しちゃったんですよ、これって非常に皆さん危ないことだと思わないですか。ただこの2019年以降、はい、コロナが大流行して、うん、あの海外からの、ね、人の流れっていうのがかなりやっぱり制限されちゃったから、うん、あのこの話を大きく進展はしていないんですけ ど、うん、今後ですねやはり、このコロナ騒ぎが落ち着いて人の動きが、ね、盛んになると、またこういった動きがどん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 私は出てくると思いますし、うん、この1都道府県の首長が、ね、この沖縄県民を、ね、中国に差し出したということは、これが、ね、今後やはり具現化していったら、この沖縄って日本でなくなる可能性もやっぱり出てくるわけなんですよね。非常にこれ美咲ちゃん怖い話なんですよ。しかし、まあ、こうしてね中国の方は、沖縄県知事がどうぞどうぞ沖縄を活用してくださいって言ってるから、私は尖閣諸島にもどん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 入ってきてやりたい放題をしてると見ています。そして知事はそれに対して何にも抗議もしないし、ね、沖縄県議会のオール沖縄の人たちもその件については全く見ないふりでこんなしてますから、なんでですかね。で沖縄の新聞も、米軍が何かするとでっかく載っけますけど、中国の
ね、尖閣侵入とか中国の空母が最近演習してることはこんなちっちゃ言い訳程度にしか載っけないですから、はい、うん、それ見るとやはりね、こういった中共の、ね、意向をやっぱり背景に何や動きがあるんじゃないかというふうに私はやっぱり見ているんですよね。ただ日本政府、ただだんまりしてるわけではありません。最近こういった動きに出ております。ドン、はい、これはあの沖縄タイムスの12月27日自衛隊の訓練、他国による尖閣占拠を想定、長崎の無人島で先月沖縄管轄の海保や県警も参加ということで、なんと沖縄でやらないでわざわざ長崎に行ってですね訓練をしているんですよね、はい、はい、島での対処能力向上が目的だとして、まあ、政府が11月海上保安庁や警察自衛隊と実施したと発表した共同訓練が他国による尖閣諸島占拠を想定していたことが分かった。訓練場所には海岸線の形状や急峻な地形が尖閣諸島魚釣島に似ているとして 長崎線、これは五島市の無人島ツタラ島を選んだということでございまして、まあ、そこに参加したのがなんとこの陸上自衛隊の水陸機動団、これはあの米軍で言えば海兵隊になります、はい、新しく作られたあの部隊ですね、それが沖縄県警から国境離島警備隊、これはあの尖閣諸島にね以前この中国の漁船が無理やり上陸をして占拠しようとした時に、まあ、県警がそれをねあの逮捕するために警察官を送ったんですが、それをねあの発展させたものでございます。それプラス海上保安庁ということでございまして、まあ私思うんですけどやるんだったら尖閣諸島でやれいいのにねと。うーん、ね、あー確かに、はい、なぜ尖閣諸島でやらないか美咲ちゃん分かりますか。なんですか、危ないんですか、なんかいやこれってやっぱり今の政府が、まあ、尖閣諸島は近づかない、上陸させない、利用させない、とにかく、まあ、中国に対していわゆる不要な、ね、気兼ねをしてるから尖閣ではできないわけなんです。だから、ね、他のところでやっているんですけど、他のところでもやってもねやっぱりこういうふうに沖縄のメディアは大発狂するということでございまして、やっぱり尖閣をね対象にしてこういった訓練をするだけでも沖縄のメディアは都合が悪いということでございまして、なんで都合が悪いんですかね、うん、いや実に素晴らしいことだと私思いますよ、うん、そしてこれもね沖縄のメディアは本当にちょこっとしか報道してないんですけど、実は沖縄の周辺で、はい、ね、まあ、沖縄のその周辺海域でこういったことがやっぱり起きているんですよ。産経新聞から紹介します。これでございます。ドン、はい、これ産経新聞のニュースなんですけど、これ12月26日太平洋で訓練の中国空母東シナ海へ北上ということで、中国海軍の空母など艦艇5隻が25日午前0時ごろ沖縄本島と宮古島の間を北上し、太平洋から東シナ海に入ったということで、でこれ美咲ちゃん全然知らないと思いますけど、最近中国の船が沖縄と宮古島の間を行ったり来たりしてるんですよ。はい、何しに来てるんですかね。要するにこの間をね、うん、通って、うん、ここはもう自分たちのいわゆる、ね、通る道だっていうことをやっぱり確かめているんじゃないかと思いますけど、ここをね通るっていうことは、ここがもしあの中国に、ね、封鎖されたら沖縄本島と宮古石垣ってのは分断されてしまうんですよね、はい、そして以前はこの、先島諸島のところで中国の潜水艦がね通ったりとか、北朝鮮が、ミサイルその上から飛ばしたりとか、何かとやっぱり南西諸島っていうのは狙われてるなっていうのは私は思うんですけど、まあ、これ中共からするとこの
いわゆる南西諸島、台湾から沖縄諸島、それから奄美、それから九州に続く島々っていうのは、中国の太平洋進出を塞ぐいわゆる天然の、ね、あの要害になっている。中国がどっかに行こうとすると、そこに横たわってるのが日本列島と沖縄諸島と台湾なんですよ。だから中国はこの太平洋に出てやりたい放題するには、はい、この沖縄とか八重山、台湾を取らないといけない。うん、で今それができないから、沖縄本島と宮古の間を、ね、行ったり来たり、ここ通っていいですから、うん、そこをね、そっちゅう通って沖縄の近くで演習をしてデモンストレーションしてるんですよね。まあ、こういったことには全く、ね、関心を持たない沖縄の県知事、そしてオール沖縄や平和団体って、この人たちが求めてる平和って本当なんだろうな、なんてね、私思ったりもするんですよ。で、最近特に私感じるのはこの台湾有事、はい、まあ、沖縄のメディアや平和運動家は台湾有事なんて考える必要もないと、関係もないと言ってね、大発狂してますけど、最近米軍の演習が非常にね、なんか切羽詰まったものを感じています。実は先日、まあ、日曜日、はい、私ラジオの収録とかもあったんですけど、日曜日にもかかわらず米軍が演習してるんですよ。米軍っていうのは普通ね、はい、土曜日日曜日きっちり休むんですよ。うん、ところがそういったのを休まないで演習をしている。うん、で、最近そういった特殊部隊が沖縄のね、離島の方で低空飛行訓練をしている。まあ、この低空飛行訓練、今年に入ってね、結構見られるようになりましたけど、最近もかなり激しくなっているということで、まあ、それを見ると私はやはり米軍というのは何かを掴んでいるのではというふうにやっぱり思っているんですよね。まあ、当然ながら米軍が掴んでるんであれば、まあ、日本側にもそういった情報は共有され、まあ、その結果こうした長崎での訓練に私はつながっているんじゃないかというふうに見ています。それにもかかわらず、その攻めてくる国のね、名前すら載せようとしない沖縄の新聞、そしてそれに抗議の声を一つ上げない沖縄の知事や、そして平和団体っていうのは、一体この人たちにとっての平和っていうのは何なのかな、なんて思うんですよね。もしかすると、ね、かの国に、まあ、沖縄が取られて日本で亡くなった時に、自分たちがね、いわゆる指導的な、ね、立場に、はい、推挙される、そして、ここをね、まるで沖縄自治区として統治する側に延々に回れるというふうに思ってるのかな、なんて思いますし、特に琉球独立を掲げてる人たちは、自分たちがまた王族として沖縄の支配階級に返り咲くなんて思ってるかもしれないな、というふうに私思うんですけど、でも美咲ちゃん、こういうふうに知事がですよ、我々の預かり知らぬところで中国にどうぞ沖縄活用してくださいって差し出したっていうのを聞いて、どう思います？これ、もう怖いですね、本当に。はい、正直言って怖いのがやっぱりあります。で、これね、来年にかけて沖縄っていうのはいろんな選挙がやっぱり来るんですよ。まあ、年が明ければ、この辺野古を、ね、抱える名護の市長選挙、はい、それから自衛隊基地がある、南城市長選挙、うん、そして確か3月には、これもね、尖閣諸島を抱える石垣島市長選挙、そして、9月にはなんと沖縄県知事選挙、その他にもいろんな選挙がね、はい、もう来年はもう次々にやっぱりやってくるんですけど、うん、まあ、そういった中で最近ね、こういった米軍の不祥事などが、まあ、相次いでおりまして、うん、まあ、それを、ね、沖縄のメディアはもうまるで大喜びしたかのようにね、報道合戦をし、まあ、県民のね、反米感情を煽ってるんですよね。はい、まあ、そういうふうに県民感情を煽られますと、どうしてでもね、やはり、基地や米軍を批判する側に票が流れやすくなっていくっていうことで、まあ、本当に米軍に対して、私来年はね、この沖縄にとってはもう天下分け目の年になるのに、もうとにかくもう少ししっかりしてくれよっていうのが正直な気持ちでございまして、
まあ、最近も、この米軍のね、オミクロンや、はい、コロナ感染がね、まあ、沖縄メディアの格好のターゲットになっていますけど、全く検査をしないで入国させていたりとか、外出禁止をねやっているのに、外に出て酒を飲んでね、原付バイクに2人乗りして捕まったとか、もうね、はい、いやもう本当に情けない、ね、20歳を超えたね、兵士がですよ、命令を破って外に出て酒飲んでバイクに2人乗りして捕まるなんてね、もうどこのガキだよっていうふうに思ったりもするんですけど、まあこういったところの綱紀粛正っていうのをきちんとやらないと、沖縄のねこういった政情にも多大なやっぱり悪影響を及ぼすっていうことを、やはり米軍のね上層部の方々はもう一度きちんとやっぱり認識していただかないと、私は沖縄大変なことになると思います。そして今までね、私たちエルドリッジ博士の頃から、まあ、米軍とは非常にね信頼関係を築いてきたという自負があります。で、友人関係そして絆をね築いたからこそ、やはりダメなものはやっぱりダメと言わないといけないと思っておりますし、まあ、昨今のこういった米軍のね、不祥事で沖縄のことをね全く無視したようなやり方は、やっぱり私たちとしてもやっぱり看過できない部分はあります。そういったことについてはやっぱり今後ね、Facebook や Twitter できちんとやっぱり批判はしていきますし、いいことはいいでやっぱり褒めます、うん、ね、例えば、はい、福祉施設に行ってねボランティア活動してくれたり、先日は米海兵隊が軽石をね集めて拾ってくれてるんですよ、うん、はい、そういったことについてやっぱり感謝しますけど、やはり、検査なしでね日本に、特にこの沖縄に兵士をね送り込んでいたとかね、うん、はい、そういった外出禁止令をやっぱり守らない、飲酒運転がやっぱり頻発するっていうのは、やっぱりこれはやっぱりダメじゃないかっていうふうに私はやっぱ思っているんですよね。ですからそういった中でね、今後もやはりいいのはいい、ダメなものはダメとしてね、今後はきちんと皆さんにやっぱ伝えていこうかなというふうに思っております。また来年はね、右とか左じゃなくてあちら系の方々もねお誘いをして番組に招待してですね、いいですね、いろいろ話もしていきたいなと思ってますんで決して、はい、桜が避け生かしたわけではございません、うん、右翼でもなく左翼でもなく仲良くという感じでね、来年も楽しくお送りさせていただきたいと思っております。はい、はい、ということで、本日も長話となりましたが、いかがだったでしょうか。本当に今年も大変お世話になりました。そしてね、来年もまたよろしくお願いいたします。この放送、さくらの沖縄支局は明日で、まあ、放送は終了ですが、年明け4日からまた再開をさせていただきます。月曜日の、沖縄の声はまたね10日から、再開しますんで、ぜひまた皆さん来年も、今年同様、ご愛顧のほどよろしくお願いしたいと思います。今年も大変お世話になりました。ありがとうございました。